コメンスクナの指、特級呪物だぞ。猛毒だ、確実に死ぬ。だが万が一、万が一呪物が受肉しやがった。呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ。いい時代になったものだな。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい王札だ。人の体で何してんだよ。返せ。お前なんで動ける。いや、俺の体だし。抑え込まれる。動くな。お前はもう人間じゃない。は？呪術規定に基づき、虎杖勇士、お前を呪いとして払う。いや、なんともねえって。それより俺も伏黒もボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。今喋ってんのか呪物か虎杖かもこっちは分かんねえんだよ。くそ、どうしたらいい。今はどういう状況。五条先生、どうしてここに。いや、来る気なかったんだけどさ。いやー、ボロボロだね。2年のみんなに見せやーっと。さすがに特級呪物が行方不明となると上がうるさくてね。観光がてら長谷さんじたってわけで、見つかった。うん、ごめん、それ俺食べちゃった。マジマジ。本当だ、混じってるよ。ウケる。体に異常は。お、別に。スクナと変われるかい。スクナ、君が食った呪いだよ。ああ、うん、多分できるけど。じゃ、10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。でも。大丈夫、僕最強だから。めぐみ、これ持ってて。これは菊水庵菊福、仙台名物、超うまい。僕のおすすめはずんだ生クリーム味。この人、土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。土産じゃない、僕が帰りの新幹線で食べるんだ。後ろ。菊福は他のお土産とは。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。つけさせてもらうよ。恐ろしく早い。死ぬな。まったく、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。どうという話でもないか。7、8、9、そろそろかな。クソ、まただ。乗っ取れない。この虎杖とかいう構造、一体何者だ。大丈夫だった。驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせえんだよな。
あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか？気絶させたの。これで目覚めた時、スクナに体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。さて、ここでクエスチョン。彼をどうすべきかな？仮に器だとしても、呪術規定にのっとれば虎杖は死刑対象です。でも、死なせたくありません。市場？市場です。なんとかしてください。かわいい生徒の頼みだ。任せなさい。ってなわけで改めて、君、死刑ね。階層と展開が合ってねえんだけど。いやいや、頑張ったんだよ。死刑は死刑でも執行猶予がついた。執行猶予？今すぐじゃねえってことか。そう、一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本。うちではそのうちの6本を保有してる。20本？ああ、手足で？いや、スクナは腕が4本あるんだ。見ての通り、これは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。日に日に呪いは強まってるし、現存の呪術師や封印が追いついてない。そこで君だ。え？君が死ねば中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。でもそんなのもったいないでしょ。もったいない？スクナに耐えうる器なんて今後生まれてくる保証はない。だからこう提言した。どうせ殺すなら全てのスクナを取り込ませてから殺せばいい。上は了承したよ。君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全てのスクナを見つけ出し取り込んでから死ぬか。だ、貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。悪い先生、たまに出てくんだ。愉快な体になったね。貴様には借りがあるからな。小僧の体を物にしたら真っ先に殺してやる。スクナに狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの？両面スクナは腕が4本、顔が2つある仮想の鬼神。だがそいつは実在した人間だよ。1000年以上前の話だけどね。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。スクナの名を冠し、死後呪物として時代を渡る城をさえ僕らは消し去ることができなかった。まごうことなき呪いの王だ。先生とどっちが強い？そうだね、力のすべてを取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう？勝つさ。